邪神するがと幽宮の眠りから目覚め神の呪縛を断ち切るのだ。始めよう。エネルギー充填開始。先生たちは禁忌の術を使い神の力を封じ込めたのです。なんということを。ちくしょう。ミカエルさん、神の前ですよ。そんなこと言ってる場合じゃないだろう。すぐお助けしなきゃ。待ってください。残念ながら今の私たちの力ではどうすることもできないのです。あなたたちに知っておいてもらいたいことがあります。これは私たちの住む世界です。天界、煉獄、そして魔界。しかし世界の本当の姿はこれが全てではないのです。どういうことです？これは私たちのいる次元の外側には無数の異なる世界が存在するのです。ストライクワールド、私たちはそう呼んでいます。ストライクワールド。規模が大きすぎて追いつけないよ。私たち転生は古代の遺跡の中に外の世界へとつながるゲートを見つけました。ストライクワールドの調査を提言する者もいましたが、神は時空のバランスが崩れることを危惧し干渉を禁じました。ですが外の世界に心を奪われた転生たちは神への反逆を企てたのです。なんて身勝手なんだ。天界を守る結界は聖なる祠から発生しています。その全てが破壊されれば結界は消滅する。転生たちはすでにほとんどの祠を破壊しました。この場所の祠だけは何としても守り抜かなくてはなりません。お願いします。どうか神を、天界を守って。わかりました。オーブよ、永遠に。もういいだろう。君たちが駿河島を破壊することは不可能だ。甘んじて受け入れたまえ。それを聞いたらなおさら黙ってはいられない。一刻も早く駿河島を破壊しなくては。わからないやつだ。駿河島は邪神そのもの、君たちごときが叶う相手では。やれやれ、本は大切にって習わなかったのか。もう一度だけ聞く。駿河島を破壊する方法を言え。はるばる来てもらってすまないが、駿河島を破壊する術は存在しない。とんだ無駄足だったな。行きましょうルシファー。もうそいつに用はない。早く次の手を考えなくては。ベルゼブブ以上に駿河島について詳しい者はいない。こいつが破壊できないと言っているんだ。おそらくそうなんだろう。君は話のわかる人のようだ。その通り、駿河島を止めることはできん。神は死に、世界は消え去る運命なのだ。ダート様、なぜこのようなものに未来を託したのです。神を見殺しにするような腰抜けに。腰抜けとは心外だな。私はただ駿河島を破壊するのはやめたと言っているだけだ。だってもったいないだろ。そんな素晴らしい兵器を破壊してしまっては。
さっきの話を聞いて確信した。大地を崩落させ地獄の豪華で焼き尽くした古代兵器、悪しき転生を一掃するにはもってこいじゃないか。私はスルガトが欲しい。自衛システム作動、自衛システム作動。まもなく当施設は完全に放棄されます。直ちに脱出してください。繰り返します。自衛システム、一体どういうこと？わからないのか。自爆さ。さらばだ、打天使ルシファー。爆破まで1分。ルシファー、逃げましょう。何してる？死にたいのか？ここは収容所の最深部。もう間に合わん。勝手にしろ。だが、こんなところで死ぬつもりはない。まだまだ知りたいことは山ほどあるのでね。爆破まで30秒。随分凝った隠し通路だな。美しいだろう。我がしもべたちに作らせたのだ。囚われの身とは思えませんね。せっかく集めた品々も間もなく塵と化す。儚いものだ。どうやらバレてたみたいだな。これも計算づくですか？もちろんだ。爆破まで20秒。行け、我がしもべたちよ。気高き魔王の進路を切り開くがいい。は？切り開くがいい。申し訳ないが、ルシファー、さっきのは本気かね？スルガトが欲しいなどというザレ言は。無論だ。ルシファー、こんなやつ放っといてさっさと行きましょう。どこへ行くというのだね。私よりもスルガトに精通した者はこの世界にいないぞ。何か知ってるんだな。神殺しの化け物を欲しがるとは。ルシファー、君はとんでもない愚か者だ。だが実に面白い。ちょうど刺激に飢えていたところでね。君たちといれば退屈せずに済みそうだ。教えてやろう、スルガトを手に入れる方法を。
ようやく待ち望んだ時が来た。暴虐な神に別れを告げよう。いざ新しき世界へ。